はい、皆さんこんにちは、佐賀敦でございます。11時、まもなく半になります。今22分ぐらいでございますね。もう腹減ってきたわ。早ビール飲みたいですけど、あと少しね。日経平均プラス371円、今日は朝食上げてます。はい、ドル円まもなく136に乗りますね。 135.966 というところですね。はい、ドルウォンはですね、1299と戻されてますね。はい、もうこんなとこでも、ここでも抵抗ラインはね、1350にすべきですよ。はい、さて、全然ちゃう話なんですけど、昨日私、どうでしょうね、7時半過ぎにですね、最寄り駅、自宅の最寄り駅、地下鉄なんですけど、降りましたらですね、こう駅前人だかりなんですよ。何やこれと思ったら、今参議院選挙でしょ。で、時々候補者来はるんですよ、その時間に。へーって、こんなとこに来んのはこんな、一応東京都ですからね、端っこの方ですけど、来はって、昨日誰来てたかというと、山本太郎ちゃん。へーと思ったら、すごい人だかりでね、あの狭いロータリー、普通のロータリーですね、狭い地下鉄駅ですからね、パーッと見ただけで、200人ぐらいはいましたね。聞いてはるんですよ。で、そこ、わしの通り道じゃないけど、行けへんやんとか言って、で、こう避けながら、こう、通っていくのに、やっぱりね、群衆抜けるのに1分間ぐらいかかるわけですよ。もう1分間しゃあないから聞いてるわけ、太郎じゃないんですよ。分かりやすい、むちゃくちゃ分かりやすいですよ。私、政治家の演説なんか聞きませんけどね、分かりやすい、分かりやすい言い方しよるわと。で、割合早口なんですよ。じいさん政治家ってゆっくり言うでしょう。まあ、ゆっくり言うた方が分かりやすいですね。女性でキャンキャン言う人もいますけど、あれが一番聞きにくいですよね。まあ、別に聞きませんけどね。これで太郎ちゃん分かりやすいやんと思って、あ、これは人聞きに来るわ、集まるわと思いましたね。でもね、分かりやすくね、危ないこといっぱい言ってるんですよ。かなり危ないこと言ってますよ。消費税ゼロにせえとか言ってるんですよ。これが一丁目一番地やとか言ってるんですよ。それはそうなんですけど、消費税財源20兆円なんで、年間ね。どうするんでしょうね。20兆円ぐらいあるんですね。それなくなったらどうするのっていうですね。奨学金をね、ただにせえっていうのは、ある程度わかるんですけどね。ある程度わかるんですけど、ただ彼の言うてることを全部やったらですね、国は破産するんですよ。国は破産するんです。でもね、ポピュリズムの政治家としてはね、こいつ一番強いんちゃうかなと。初めて聞いてそう思いましたね。あ、こいつ、これはポピュリストとしてはええわと、人気集めるわという感じですね。ただ、もう出てきて4、5年だったでしょ。ちょっと賞味期限切れかなと。言うてることそんなにね、すっぱらしいこと言うてるわけではないんですよね。消費税やめろなんて共産党でも言うてるじゃないですか。で、ほぼ実現できません。こいつがですね、総理大臣になれば、なっても無理でしょうけどね。自民党の党首になって総理大臣になればですね、実現できる、でも無理やと思います。なぜね、綺麗なことを言うのは簡単なんですよ。耳障りのいいことを言うのは割合簡単で誰でも思いつくわけですけども、その政治家というのはね、こういうポピュリズムで煽ってという政治家よりもですね、きちんと政策が考えられるし、政治って魔法ちゃいますからね。こっちを良くすればこっちは悪くなるわけですよ、結局のところ。ね、全ての人がハッピーなんていう政策はないわけなんですね。だからそれをですね、理解をしてですね、国民に粘り強く説得できるのが偉大な政治家なわけですね。で、説得力なくても、あのおっさんが言うてんだったらしゃあないかみたいな、そういうふうに思わせるのが偉大な政治家、民主主義国においての偉大な政治家やと思うんですけど、こいつはただの煽りだけですね、はっきり言うて。
だからこれに乗せられる人はいると思います。でもあの小池百合子でさえね、あれ嘘ばっかり言ってるくせに公約全部嘘やったんです、結局のところ。それとも360万票集まるわけですから、まあ所詮ね、有権者のレベルってそんなもんちゃうのっていう、まあ偉そうに言うとそうなるわけですけど、やっぱり366万いるわけですよ、小池百合子に入れる人が。2回目ですよ。1回目の公約いっぱいいろんなこと言ったんで、何にも達成しませんよ。もう100あったら5も達成しないんちゃうかな。それでも2回目366万入るんですよ。それが有権者のレベルなんですよ。だからこのこいつみたいにちょっと話がうまくてですね、分かりやすく煽れる人間やと、多分それなりにその話聞いたやつでですね、自分の頭で判断できない人は、あ、ええやんええやん、その通りやんと。それは消費税ゼロだと嬉しいよ。僕も知ってほしいわ、それ。知ってほしいけどどうすんじゃろうという。その次が考えられない人はですね、あ、こいつってええこと言うてるやん、こいつや、ということになるかもしれませんけど、まあ、それが日本の有権者、残念ながらですね、過半数まではいかないはずですね。やっぱりちゃんと考えられる人もいるわけであって、自分の頭で考えて判断できる人もいるわけであって。で、そういう人は乗りませんからね、あ、話うまいわ、と思って聞いてるだけで。どうでしょうね、年に本を10冊も読むような人であれば、この太郎ちゃんの話は、ああそうねって言ってスルーするはずですけどね。でもまあ乗せられる人はいっぱいいるわけです。多分だから、あの東京都で出てますけど、もしかして6人目に入り込むかも分かりませんね。こいつが6人目に入ったらですね、荒木千春ですか、小池さんのところのあの人も もちろんアウトですし、もう一人は誰かいました、ああ維新、維新の海老沢さんですか、女性、大阪から来はった、多分アウトでしょうね。東京はだから朝日健太郎でしょ、それから、生稲でしょ、自民2人に公明共産、この辺は名前知りません。で5人目が、何やったかな、蓮舫、蓮舫はもうあの2番か3番の当選でしょうけど、書いてここまではもう硬いですね、5人までは硬い。で6人目誰かというところなんですけど、これが太郎か海老沢さんと今言われてるわけですね。なんというか、あの太郎を聞いてると太郎が来そうな気しますけど、太郎が来たからって言ってね、別にあの何か変わるわけでもないし、こいつがまたこの令和新選組がですね、大きく伸びていくわけでもないと思います。こいつ一匹のあの話に騙される数っていうのは半径30メートル以内にいる人間だけですからね。それをこういくらやったところでですね、日本人の大多数にはならないし、半径30メートル以内にいて、ああええやんと思う人はですね、そういうレベルのあまり高くない人だと私は思いますんで、だからまあ所詮このおっちゃんがこうやってこうギャンギャン言いながらあと10年ほど続けてですね、まあ終わるんちゃいますか。中身にね、説得力がね、理論的な説得力があればね、もうちょっといけると思うんですけど、ちょっとやっぱり上っ面をさらえすぎてるところがあって、知性が感じられないんですよ。もうさらっとこうこいつはなんていうの、上辺をこうさらって、それをこう自分風に料理して自分の言葉では喋ってますけど、その向こう側に逃げて喋ってると大体わかるでしょ、こいつ賢いかなとか、ちゃんと勉強してるかなとかっていうのが、わかるんです。それなりに勉強はしてるんですけど、深さがないわけですね。まあだから限界はあるんちゃうんかなと思いますけどね。でもまあ6人目に滑り込むかもわかりませんし、比例でですね1人2人は当選するかもわからん。そうするともうすでにいる人も含めてですね、何人ぐらい、5、6人の政党、圧倒的に社民党を超えてますね。社民党の言ってることと割と近いんですよと私は思います。割と近いんですけど、この説得力が違う、この太郎ちゃんは。そんな、何やったかな、社民党の福島みずほって、同じこと言ってても全然面白ないんですよ。こいつが言うたら面白いよ。うわ、すごいわ、その通りや、その通りや、消費税なんかない方がええねんって思いますもん、ほんまに、僕も。でもまあ、よう考えたら財源どうすんのって話になりますからね。まあ、
財源の手当ができるなんて消費税なんかない方がいいに決まってますよ、ね、で日本の景気は悪い悪いって言ってますけど何を言うてんやろうと思いますよね。あれを中小企業救えって言ってますけど、死にかけてる中小企業は死んだ方がいいんですよ。どっちか言うと生きるべき企業が残ってですね、死ぬべき企業が退場した方が世の中きれいになるんですよ。それがうまくいかないから日本はずっと呼んでるわけだって、話はうまいんですけど、そのあたりですね、どう言いましょうね、隅々までこう至っていないなと。まあだから目の前、30メートル半径30メートル範囲の人間を説得することはできるかもわかりませんけど、日本国全体を説得することはちょっと無理かなというのが正直なところでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。